小学生ですね、4種見に来てます。プレミアリーグ U11 のファイナルですね、今年3月に行われる予定だったんですけども、まあ、コロナの関係で延期になって7月に開催されているということで、プレミアリーグ U11 っていうのが8年前に始まって、河野健一さん、石川ガンナーズの代表の方ですね、自分も結構仲良くさせてもらってるんですけども、まあ、健さんが中心になって立ち上げて、最初は数何個かの、まあ、10個満たない都道府県からでスタートしたような記憶があるんですけども、そこから全国に幅広く36都道府県かなに拡大していって、でそれぞれの1年間のリーグ戦の上位が、まあ、チャンピオンをかけてっていうんですかね、まあ、そこまで勝負にこだわるっていうところをね、フォーカスした大会ではないんですけども、代表が、各都道府県の代表が集まって一堂に会し、3日間にあたって戦うというところで、まあ、面白い3ピリオド制で全選手を使わなきゃいけないというレギュレーションがあったりと、まあ、非常にこの日本のサッカー文化を作るっていうところに寄与しているところも大きいのかなとは思っています。まあ、前々から興味があって、今回初めてお邪魔するということで、まあ、どんな感じか伺っていきたいなと思います。ケンさんにも話を聞ければなと思っていますし、なんか某 J リーガーがアンバサダーとして来るっていうことなので、そこでも可能であればお話聞ければななんて思っています。入った、見落としてしまった。ナイスシュートだったな。エクセレントフィールドとジェフかな、これは。はい、全国大会という形でプレミアリーグチャンピオンシップ、プレミアリーグ U11 チャンピオンシップやってますけども、これは元となる1年間のリーグ戦、プレミアリーグ U11 っていうのがそもそも元々各今36都道府県でやってるリーグ戦がありまして、この1年間のリーグ戦を戦った各県で優勝したチームが集まって、まあ、言ってみればこれは、まあ、1年間のリーグ戦を戦ったご褒美みたいなもんで、まあ、僕の中ではやっぱフェスティバル的な意味合いも含めて、みんなよく1年間戦って最後にみんなで集まってお祝いしようよみたいなイメージで、この大会を開催するはずなんですけども、はい、実はだからコロナで3年ぶりなんですよ。おー、そんなになんですね。そうなんです、はい、3年ぶりにこれをやっと開催できるようになって、まあ、コロナになってしまってから2年間全然できなかったんで、まあ、それまではうちの FC 市川ガナーズの本拠地である市川の会場にしてたんですけども、年々参加チームが増えてグランド一面じゃ開催できないことになったものですから、グランド3面があって素晴らしい施設があるこの女川の地に移して今回開催させていただきました。なるほど、はい、いやでも本当に女川が受け入れてくれている感じがあって、街に入った瞬間上りもあってっていうので、そうなんです、街を盛り上げるっていうのを、はい、そうなんです、利用してるかなと思うんですけど、はい、女川町長をはじめ女川の皆さんがこの大会を非常に歓迎していただいて、すごく温かい雰囲気でこの大会ができていることを本当に感謝しています。この年代で、まあ、なんか重要なことというか、まず試合に出させる、経験させるみたいなこと、はい、健さんよくおっしゃってますけど、はい、なんかそこのあたりも伺いたいんですけど、はい、僕らのこのプレミアリーグ U11 の一番の特徴は3ピリオド制で、15分の3ピリオド制で、全員が必ず1ピリオド以上に出なくちゃいけないっていうのが一番大きな特徴なんですね。でこの年代の、まあ、日本各地で行われている試合の中で、どうしてもやっぱり今現状はなかなか試合に出れない子たちがやっぱりたくさんいるのが現状だと思うんですけども、まあ、できるだけやっぱりこの年代では試合をやっぱりやることが楽しいことである
ますから、まあ、それをあの監督や指導者側に任せるんじゃなくて、やっぱりレギュレーションとして仕組みとして、子どもたちが試合に出ることを保証してあげることが僕は大事なことだと思ってて、まあ、僕らのリーグではそういうことをあのやってます、はい、今後なんかどういうふうにもっと広地域を広げていきたいとか考えていらっしゃるんですか、はい、まあ、できたらあの今36都道府県で開催してるんですけども、増えましたよね、そうです、そうですね、はい、この8年間で最初は7県からスタートしたんですけど、まあ倍々で増えてって、とうとう今これだけの日本最大のリーグ戦に今、育ったわけなんですけども、あの、まあ、もちろんできたら47都道府県全部でやりたいと思ってるし、それもそうなんですけど、 U11 の今1部リーグ2部リーグとか下に垂直に、2部3部4部っていうような形で、展開してもいきたいし、すでに神奈川や千葉では3部4部まであって 70チーム100チームみたいなたくさんのチームが今参加して、先に進んでる県もありますから、まあ、そういった県に倣って他の県でも、垂直に拡大していって、でさらに U10、U9 とかもあのやってる県もあるんで、そういう U9 もあるんですね、はい、そういうふうに僕らの仕組みを広げていって、多くの子どもたちが参加できればいいなと思ってます。子どもたちはこの大会を通じて何を得てほしいとかありますかね、このレギュレーションというか、まあ、そうですね、そうですね、だからやっぱりもしかしたら普段出れない子もこの中にはいるんですよね、実際、うん、まあ、そういったチームのお母さんからもたくさん声を聞いて、この大会で今年初めてちゃんと試合出れる、ほとんどなんか出れてないこのお母さんから言われたんですけど、やっぱりこのレギュレーションによって今日うちの子はすごくやっぱ試合に出て楽しそうにやれてたんで本当に感謝してますって言われたんですけど、やっぱりサッカー選手である以上試合に出ることが一番の喜びであるわけだから、その子どもたちをやっぱり試合に出て喜んで、僕が願ってるのは別にプロになることじゃなくて、そのまま一生サッカーをやめないで障害スポーツにつながることが僕の一番の望みです。めちゃくちゃいいスタンドっすね。メインかな、こんな感じ。今ちょうど決勝の中野島と F3、 準決勝ています。うまい。大会のアンバサダーの佐藤優斗さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。改めて今試合ご覧になったと思うんですけど、はい、それこそちょっと負けてしまいましたけど、チェフ見ていて、いや残念ですね。残念。ただ本当に、まあ、ジェフもそうですし、はい、まあ、鹿島アントラさんの、はい、やっぱりこう質の高さに驚きましたし、まあ、個人の質もそうなんですけど、やっぱチームとしてやっぱつながってる、はい、プレーがやっぱ攻守に見られたので、まあ、すごくレベルの高い大会だなと思いましたね。すごい、この年代を見てみてどう思いますか。自分もサッカーやってたんですけど、なんかやっぱみんな上手いなと思って、いやーもう本当に一人一人の能力が上がってきていますし、はい、でやっぱチームとして求めているもの、監督が求めているものとかもやっぱりかなり高くなってきているなと思って、まあ、それをピッチレベルでしかと選手が表現する、うん、この表現力が素晴らしいなと思いますね。この世代なんかどういうところが大事になってくるってお考えですか。もう自分はですけど、はい、やっぱり勝つこともありますけど、やっぱ負けることがあると思うんで、
どれだけ強くても負けること絶対あると思うんで、まあ、それがこうチームとしての負けとやっぱ個人としての負けっていうのも絶対あると思うんで、やっぱその時にどう感じるか、はい、それをこう次にどう生かすかっていうのは一番大事かなと思いますね。ありがとうございます、はい、またアンバサダーとしてちょっと盛り上げていただければと思います、はいはい、ありがとうございます。久里さんにも来てもらいました、はい、よろしくお願いします。やっぱりこの全員出なきゃいけないっていうところは割と特徴的かなと思うんですけども、そうですね、試合に出るからこそ得られるものってやっぱりあるんですかね、このね、まあ、練習は練習でしかないので、はいはい、もちろん練習で積み上げたものを試合で発揮するっていうことはありますけど、はい、やはりこう実際じゃあ積み上げてきたものを試合でどうできるかできないかっていうところをやっぱり判断するのがやっぱり最終的には試合の場になると思うんで、それまたできなければまた練習っていうところになりますし、そういった意味ではどの選手もやっぱりピッチに立つ、試合に出るで相手がある中でそれをどうまあ攻略していけばいいかっていうところをやっぱ学んでいかなきゃいけないと思うんで、やっぱりまあ3ピリオドっていう形でみんながこう試合に出られるそういう環境づくりっていうのは大事かなと思います。この年代で一番なんか重要なことサッカーを上手くなるとか、うん、育成面というかにあたって大事なところでどういうところだと思いますかね、成長していくために北尾さん自身がなんかうう一番はやっぱりその、はい、身体的なものっていうのは、はい、差はだいぶここから成長するにあたって差は小さくなると思うんで、だからこそボールをいかにうまく扱うか、ボールを、まあ、しっかりこう止めるで運ぶ、そして渡すとかそういうパスとかいろんなそのやっぱりボール中心に何ができるかっていうところのオフザボールよりもオンザボールのところは特に4種のところはやっぱり高めていく必要あるのかなと思いますね。今ちょっと少年サッカーをやっている子たちに向けてなんか一言最後にお願いします、はい、いや本当にやっぱり勝つこととかゴールを奪うこと、まあ、特には守備側であったら止めるとか、ゴールを守るとかそういったところの一つ一つの喜びが多分このまさかフットボールの一番の楽しさだと思うんで、まあ、そういうものをもちろん個人として楽しみながら、あとやっぱり仲間とそういったものを共有していくっていうところは本当にこれからみんながサッカーをまた進めていく上で大きな財産になると思うんで、こう熱い熱量を持って向き合ってほしいなと思います。あと1個聞きたかったんですけど、うん、場所のことですね、はい、小名川っていう場所でやってますけど、はい、仙台にいた時とかって来たことってありました？小名川は、はい、来たことあります。どうですか、はい、町もまあ、まあ、そうですね、港町なんで、まあ、本当に復興のまだ道半ばと思いますけど、はい、こういった素晴らしいスタジアムもできたりで、またこういう形でまた小名川に来てくれる人たちも、まあ、もちろん県内もそうですし県外からもあると思いますし、まあ、本当にもちろん、宮城東北復興に向けてまだまだ多分こう道半ばだと思うんで、まあ、そういったところにしっかり、まあ、目を向けて耳を傾けて自分もやっぱり仙台で2年プレーしたというところで思い出もある街ですし、そういったところで自分もやっぱりそこにしっかり携わっていきたいですし、あとはやっぱりこういった形で子どもたちがもちろん震災を知らない子どもたちが小名川に来てまたその復興している町の姿を見るっていうこともすごいやっぱ未来を作っていくのが大事だと思うんで、まあ、そういうのがこの、ね、サッカーフットボールっていうところがあるとなおさら素晴らしいなって感じますね。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。終了です。
名前を伺ってもいいですか。中之島 FC の10番の和田良樹です。いや、かなり準決勝決勝を見たんですけども、すごい、まあ、ボールタッチとかゴールに向かう姿勢がすごいなと思ったんですけど、ご自身の武器特徴ちょっと教えてもらっていいですか。武器はみんなより逆足が切れて、それにプラスして体が強いことです、うん、やっぱ今日の決勝、まあ、先制して逆転されて、まあ、どうなるかなと思って、あの2点目かなり大きかったと思うんですけど、ちょっとあのシーン振り返ってもらってもいいですか。あの時は33番のフォワードの子が、うん、まあ、流れてくれて、そのスペースが空いたので、まあ、そこにドリブルで行って、まあ、最後は気合でゴールに行くことを意識してました。気合で行った割にはめちゃくちゃうまかったですけどでもあれで結構いけるってチームになったんじゃないかなと思うんですけど、どうですかその後の試合振り返ってみると。まあ、あのゴールからみんな前向きになって、うん、諦めずに最後まで全力出して戦えたのかなと思います。将来どんな選手になりたいとか、ちょっと将来の夢を教えてください。世界一のトッププレイヤーになってバロンドール取りたいです。ありがとうございます。期待してます。ありがとうございました。岡本監督に来てもらいました。ちなみにみんな、自分岡本監督が選手だった時も見てて、ありがとうございます。めちゃくちゃうまくて、ありがとうございます。まさかこんなところでちょっと会えると思わなかったんですけどもちょっと大会振り返ってみていかがでしたか。はい、そうですね、こう全国大会っていうのをまず中之島 FC が出るっていうのがまず本当に初めてで、はい、でこの学年は僕が小学3年生の頃からこう僕が監督になって初めて見た代です。でこれでもう今年集大成ということで6年生になって、こういった機会で全国大会に出場させてもらって、まあ、全国出てどこまでやれるかなっていうのは正直ちょっと不安ではあったんですけど、まあ、選手たちが実力を出してくれれば本当にいいゲームできるかなと思ってて、見事にこんないい結果出ると思わなかったんですけど優勝してくれたんで、これで多分選手たち調子に乗ると思うんですけど、はい、僕は調子に乗らせないようにこれからも厳しく時には優しく指導していきたいなと思います。はい、中之島 FC がなんかまあどういうチームかというかちょっと簡単に教えてほしいんですけど、はい、中之島は本当にこう、まあ、誰でも入れて、はい、こうサッカーを心から楽しんでる選手たちと心から楽しんでるスタッフでできてる少年団のチームです。うん、で、ただみんなこうバカ野郎かもただ本当に高いレベルでみんなこうプロサッカー選手になりたいという夢を持ってる選手たちが多くて、で僕もそれに負けじとこう選手たちの夢をできるだけこう実現させてあげたいなということで、本当に選手たちと切磋琢磨してやってるっていう風に本当に最高に熱いチームですね。はい、この大会やっぱりその全員使わなきゃいけないっていうところもあって、まあ特殊なレギュレーションだと思うんですけど、それはなんか監督からやってみてどうでしたか。そうですね、正直みんなすごい力をつけてきてて、今も誰がスタメンで出そうかって迷ってるぐらいだったんで、逆にこのレギュレーションはありがたかったというか、普段こうギリギリスタートで出れない選手たちがこういった試合に出る機会があって真剣勝負ができる世界だったので、それでこう選手たちも本当にこの大会を通じてすごい伸びてくれて、これでまたさらにこう競争が選手内でのチームでの競争が高まるので、すごくこの大会をきっかけに選手たちが成長してくれればなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。はい、ちょっと次はチームに伺わせて、はい、いろいろ聞かせてください。はい、またぜひ取材お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。